ファン歓喜。平野賞の神対応が見せた驚くべき気配りとは。ファン歓類。平野賞の細やかな気配りに称賛の嵐。数々のステージを踏んできたアイドル、平野賞。彼の名は多くの人々に愛され、その才能と人柄が広く認知されています。しかし、最近話題となっているのは、彼の音楽やダンスではなく、ファンへの気遣いの深さに関するエピソードです。 特に6月19日に自身のインスタグラムストーリーズに投稿された写真が多くの反響を呼びました。その写真はライブ中に客席を写したものでしたが平野はファンの顔がはっきりと写らないように丁寧にぼかしを入れていました。この行動が彼のファンへの深い配慮を示していると称賛されています。この投稿は ナンバーアンダーラインアイの東京有明アリーナでの単独公演ノーオーリングの2日目の夜に行われたもので平野は笑顔で客席と自分を写した自撮り写真を公開しました顔ぼかしておいたよ小一郎ねというコメントとともに投稿されたこの写真にはファンの顔が見えないように配慮がなされていましたこの細やかな気遣いに多くのファンからさすが配慮の神仕事を早退してきた私 悪いことしているわけではないけど見バれ怖いのでこれは嬉しいといった感謝の声が寄せられましたライブの観客には仕事の都合で早退してきた人やプライバシーを守りたい人写真に写るのが苦手な人などさまざまな事情を持つ人々がいますそのため平野のようにファンの顔が見えないように配慮することは彼らにとって非常にありがたいことです平野のこの行動は ファン一人一人の立場に立って考え、彼らのプライバシーを尊重する姿勢を示しています。平野の配慮は、これまでにもたびたび話題となってきました。彼のファンへの気遣いは、ステージ上だけでなく、日常の中でも常に見受けられます。例えば、ファンとの交流の場である握手会やサイン会でも、彼は常に丁寧で親切な対応を心がけています。これにより、 多くのファンが平野を配慮の神と称賛し、彼の人柄に深く感動しています。また、平野の配慮はファンだけでなく、共演者やスタッフにも及びます。彼は常に周囲の人々に感謝の気持ちを忘れず、謙虚な姿勢を持ち続けています。このような彼の態度は、多くの人々に尊敬され、愛されています。彼の謙虚で優しい性格は、彼の魅力の一つであり、 平野のファンへの配慮は彼がどれだけファンを大切に思っているかを示しています。彼はファンとのつながりを非常に大切にしており、ファンのために最善を尽くすことを常に心がけています。このような姿勢が多くのファンにとって平野を特別な存在にしています。このように平野章のファンへの気遣いは彼の人柄の一部であり、 多くの人々に感動を与えています彼の細やかな気配りは彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っておりこれからも多くの人々に愛され続けることでしょうナンバーアンダーラインア愛のライブ公演は多くのファンにとって特別な時間です平野はその時間を一層特別なものにするために常に最善を尽くしています彼の細やかな配慮は ライブのの思いい出をより一層美しいものにしもにてくれます今回のライブでは、ファンネームが ILYs、イリーズに決定したことも発表されました。この発表により、ファンとグループの絆がさらに深まったことでしょう。ファンネームの決定は、ファンにとってもグループにとっても大きな意味を持つ出来事だ。平野の配慮は、ライブの場だけでなく、日常の中でも常に見受けられます。 彼の行動は、ファンに対する深い愛情と尊敬を示しており、多くの人々に感動を与えています。このような彼の姿勢は、彼を特別な存在にしています。このように、平野章のファンへの気遣いは、彼の人柄の一部であり、多くの人々に感動を与えています。彼の細やかな気配りは、彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、 これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。ファンとのつながりを大切にし、常に最善を尽くす姿勢は、平野章の魅力の一つです。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。これからも彼の活躍を楽しみにしています。平野章の細やかな気配りとファンへの愛情は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の行動は、 ファンに対する深い尊敬と愛情を示しており、多くの人々にとって特別な存在です。このように、平野章のファンへの気遣いは、彼の人柄の一部であり、多くの人々に感動を与えています。彼の細やかな気配りは、彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。 これからも彼の活躍を楽しみにしています。平野翔の細やかな気配りとファンへの愛情は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の行動は、ファンに対する深い尊敬と愛情を示しており、多くの人々にとって特別な存在です。このように、平野翔のファンへの気遣いは、彼の人柄の一部であり、多くの人々に感動を与えています。彼の細やかな気配りは、 彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。これからも彼の活躍を楽しみにしています。平野翔の細やかな気配りとファンへの愛情は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の行動は、ファンに対する深い尊敬と愛情を示しており、 多くの人々にとって特別な存在ですこのように平野翔のファンへの気遣いは彼の人柄の一部であり多くの人々に感動を与えています彼の細やかな気配りは彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っておりこれからも多くの人々に愛され続けることでしょう彼の優しさと配慮は多くの人々に感動を与えていますこれからも彼の活躍を楽しみにしています 平野翔の細やかな気配りとファンへの愛情は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の行動は、ファンに対する深い尊敬と愛情を示しており、多くの人々にとって特別な存在です。このように、平野翔のファンへの気遣いは、彼の人柄の一部であり、多くの人々に感動を与えています。彼の細やかな気配りは、 彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。これからも彼の活躍を楽しみにしています。平野翔の細やかな気配りとファンへの愛情は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の行動は、 ファンに対する深い尊敬と愛情を示しており、多くの人々にとって特別な存在です。このように、平野章のファンへの気遣いは、彼の人柄の一部であり、多くの人々に感動を与えています。彼の細やかな気配りは、彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。 これからも彼の活躍を楽ししみにしています平野紫の細やかな気配りとファンへの愛情はこれからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう彼の行動はファンに対する深い尊敬と愛情を示しており多くの人々にとって特別な存在ですこのように平野紫のファンへの気遣いは彼の人柄の一部であり多くの人々に感動を与えています 彼の細やかな気配りは、彼がどれだけファンを大切に思っているかを物語っており、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の優しさと配慮は、多くの人々に感動を与えています。これからも彼の活躍を楽しみにしています。